どうも皆さん、こんにちは。これから、二千十九年。国税専門官、本試験の、えー、解説、公表、動画を始めます。私、レック専任講師の、丸尾明です。松浦明です。よろしくお願いします。しますええ、先生、早速ですけども。あの、受講生、受験生の皆さん、あの、知りたいのは。ボーダーラインっていうところが、ズバリだと思うんですけども。今年の試験は。総評、公表としては、どうでしたでしょうか。 そうですねあ皆さんがお知りになりたいのは、まあ、おそらくそこじゃないかとは思うんですけれども、はいまあ、なかなかねこれはちょっと難しいところがありまして、ねはいうん、REC では皆さんのご協力で、えー、成績診断でデータを出しているんですけれどもあの、まあ、そこプラスあの倍率とこう総合的にまあ影響してきますので、ねはいはい、一概には言えないんですけれども、はい、あのまずその <laughs> 基礎能力試験、はい、これの平均点が、はい 昨年比で2.5点下がっている。で、専門試験が昨年比で3.2点上がっている、優しくなったんです。相当、全体で0.7上がっているんです、誤差の範囲です。あまり変わらないただ上がってるんですけど、倍率が下がってますので、そうすると、昨年とボーダーラインがあまり変わらないんじゃないかと。 あまり変化なしと。どうですかね。そうですね。教養が難しくなった分だけ専門が優しくなったので、うんうん、まあ難易度としては去年とほ,ほぼ一緒という感じですかね、うん。そうですね。はい、そうするとあの国,国税専門官の、はい、あの素点の合格ライン、はいえー、専門教養基礎能力専門合わせて、はいえー、80問中、はいえー、まああのここ3年間の推移を言いますと。はい 平均点39.7だった3年前が4年前か四年前が41から43だったんですね。そのっとその次の年が37.5が平均点だったこの年が36から39でかなり下がったんですか下回っなりてます。 で昨年若干上がって、はいえー、平均点39で、はい、それで、えー、38から39だったんですよ。はい、ということはこれが昨年並みだとすると、はいえー、基礎能力と専門を合わせて38から39。もうちょっと具体的に言うと、はい、例えば、はい、これあの基礎能力何点取るかによってう違ってくるんですけど。はい まあ大体18点、とかっていうそ結構多いですよね、17点、18点あたり多いんですけど、はい、例えば、えー、と基礎能力で17点だった場合には、はいあ、21点ぐらいでも受かってる可能性あるんじゃないかと、はいはい、18点や19点だと、専門が20点、これはもし基礎能力が20点取れてれば、はい、専門が19点ぐらいでも受かってる可能性がある、どうでしょうかね。 そしたら大体いい38点39点ぐらいは取れるということだ,、ね、だからこれあくまでも予測なので <laughs> あの万に一つ <laughs>、うん、もしかしたらこれ起こってるかもあの可能性も万に一つぐらいありますけれどもはい、はい、ただやっぱりこの今言った点数を取れてる人は。はい 二次試験に向けて準備を始めるべきでしょ税務署訪問したりとか自己分析を固めるそうですね一次試験の時にいろいろそういった今訪問するかしないかに関しても注意書きが渡されたと思いますので結構受けてる人読まない人がいるんですけど大変危険ですよね指示に従えるってことは公務員試験何にも大事なんでこれこれこうしなさいっていう注意書き渡されたやつをしっかり読んでくださいね あの、それについては、我々は責任持てませんと。<laughs> <laughs> はい。まあ、そんなとこで。はい、はい、ではまとめると、ボーダーの方は、もう昨年と同じで38。そうですね。三十八、三十九点ぐらいじゃないかと。そういうことですよね。はい。どうもありがとうございました。はい。では、ここからは続きまして、<laughs> 個別のその教養、専門、記述の内容と。えー、まあ、できですね。正答率を確認していきたいと思いますが。先生、最初に教養の文章理解はいかがでしょうか。 文章理解は現代文と英文の読解になります。はい、で、総、え、じ、ー、て、えー、昨年よりも難易度が高かった、昨年はですね、あの正当率でいうと、はい、マレックでは60%以上 A 評価、40%からあー59までを B、はい、で40%以下を C って言ってるんですけれども、はいあの、ほとんど A だったんですよね、昨年は。はい 現代文は全問評価それが今年の場合には A3 つだけかなり難易度が上がっているということですね。それから英文に至っては昨年は C26.9% のものが1問しかなかったんですけどはとしは十三37.2%、19.7%、33.2%と英文の難易度がさらに上がっていて。 あこれが全体の平均点を下げている一つの原因なっている、はい。私も一つあの京都が好きで <laughs> 両安寺っていうテーマがあったんですけど、<laughs> うん、これもやっぱり上手いこと引っ掛けてきたので、うん、まあかなりそこに引っかかった受験生の,<ー>その選択率がそっちの方が高かったですね。ああなるほど。はい。うん、正解の選択率がかなり低かった。ということは問題がまあ言い方によってはうまくできていたっていうことですかね。うん内容としてやっぱり結構そういう知識も必要かなっていうところもありましたので。 そういう意味では正解率が低かったですね。じゃあ、教養的な知識も含めた文章理解の問題。うん、そうです <laughs> そういう意味では、本当に英語はもう得意。な人でも読みにくかったかなっていううかっ。ああ、はい、それは厳しいですね。はい、だって、英語を得意な人で帰国子女の、そ、とか、日本のことはよく知らないですもんね。はい。まあ、文化のところの知識とかも必要なテーマがありますよ、ねうん。まあ、ね。はい、確かに。はい。 じゃあ次にあの数的処理については、はい、先生お願いします、はいえー、数的処理の方いたいまあ例年並みというところになりまして、えー、判断推理と数的推理それから図形資料解釈ですね A ランクの問題が、えー、合計で5台と5台、はい、なっていますので、まあ、16問中5台ですから、まあ、B ランクの問題で半分ぐらいを取ってだいまあ半分取れるかなというところですね。うん 半分というと何点になりますかね。だいたいまあ16点中8点9点ぐらいが目標なんです8点9点取れやね。はい。まあバムン,バン歳ですよね、はい。まあ A ランクは5台になりますので、うんうん、やっぱりそこから B ランクの正解率が50%周辺のものをまあ2 3点ぐらい取れればっていうことですね。ということはその A ランクの5台を確実に取っていくってことですよね。そうですね。はい。サービス問題ってい言えるようなものありましたか。まあサービス問題ほどじゃない。うん。確かにその。 A ランクの問題も論理もベン図でしたので、うん、まあベン図も、まあ、解ければ優しめのテキストレベルの問題ではあったんですけどもあと数量推理もルート,ルートといいますか経路をこう探してあ<ー>まあ楽しい問題ではあったんですけどはい、はい、ただまあ本番の時間考えたらそれなりにその基本的な予備校で習うようなスキルは必要であいわゆるサービス問題とい問題じゃないですね。はい ですからやっぱ国家専門職ならではのやっぱ数的系は考えさせる問題とかその場の現場の操作が必要だという問題がありましたのでだから昔みたいにラッキーで12、はい、点取れるっていうのはなくなって確実に勉強じゃないと取れないってことですね速さの問題なんかも正解率もう10%台でしたのでああそうかこれが、はい、速さが10%で超なもんですよね 頑張ってね。今年の、あの平均とか下がっているところ分で、数的処理がちょっと取れなくても。そうですね。うん。まあ、結果全体で三点ぐらい下がってますよね。はい。先生、知識の方はいかがですか。知識の方は、どうなんでしょうね。えっと、ざ。あの森先生がね。あの人文科学が難しくて。ああ。はい。対応できないっていうふうに嘆いてましたけれども。これ見ると、確かに。 C ばっかり、はい、日本史も正解率25%で、えーえー、日本史25%結構きついですよね、はい、昨年は確か日本史が61%で、えー、これ結構救われた人いたんですけど、はい、それがけな、はい25%、うん、これ厳しいですよね世界史もちょっとアジアの周辺っていうのが出てかなり苦戦したあ西アジアはい西アジアは予想してないって、はい <laughs> あの重箱の隅もいいところって感じですよね。で選択肢大体。まあ三、四、五、こ切って、で、まあテキストとか思い出したときに。二番のムハンマドアリーっていうのが出てるんですけど。ムハンマドアリー。あ、全然知らない。ボクサーでしょボクサーでいましたね。あの、あの蜂のように舞い、ちょうど刺すってやつ。あ、逆か。はい。蝶のように舞い、蜂のように刺す。あれ。はい。あれじゃない。のじゃないですね。あ、違う、違う、違うんですね。 難しいですね。それはなかなか難しいです。森先生も講義でもなかなか話できてない分野だったっていう。まああとまあ愛については。そもそもボクサーの母方にも皆さんご存知ですよね。ええ。でもやっぱり知らないのをこうマークする人が多かったんですけど、知らないのはマークしないっていうのがやっぱりテスかなと思うんですはい。これもそういうことですよね。あのこれからねいろんな本試験を受けられる方もいるかもしれませんけど。 絶対じゃないですけど知らないやつには正解しつけないことですよね。とその意外と不正解しが知らない知識って割とありますよね。そうですね専門とかでは結構それが正解になるようなたまにあったりしますけどただあまりないでそれはしょうがないですもんねそそうううい場合ねです世界史も26.1%ということでやっぱり日本史世界史がちょっと難しかったので地理と思想の方で取れればというところですよね。そうですねはい あ,とまあた、まただ、あの社会科学が、ね、はい、基本的な問題が出て。はい、これ、かなり正答率高いので、はい、やはり社会科学で、かいつに点数を取らないと。厳しいでしょうね。で、自然科学も、まあ、地学が、四年連続で出てませんでしたけれども。生物も、取れなかったら、三つとも取れてないっていう受験生は多かったと思うんですね。ああ、そうですね。はい。はい、はい、い。や、これ、ちょっと低いな、でも。自然科学は、かなり難しかったです、ね。難しかった。はい。ああ。 ですから今年についてはやっぱり教養が下がった理由はまあ文章理解のところとあとは自然科学とえ自然人文科学、そこがちょっと合計3点ほど下がった理由だと思うんですね来年に向けて受けられる方は、はい、まあでも、そうは言っても英文は、ねはい、あの引き続きやらなきゃいけないし、ねはい、あの国税に目指される方はあの数的処理で確実に点数を取れる基本的な問題をしっかり取って。 あとはあれですか、ね、あの社会科学をしっかりとっていくと思いますかね、はいはい、で時事もやっぱり3大中、えー、1つだけ A ランクで残り2つが C でしたので、うん、いやこれ厳しいですね、はい、だけど昨年に比べると、はい、昨年は A1 個もないんですよ C2、はい、つに B1 個なんですよ。はい、それに比べればあんまり時事にはかけられないですね。 そうですね。ただまあ正解の選択肢を見ると、やっぱりその法律ですとかその辺がガンガン出てましたので、ちゃんとやっていけば確かにそうですね。はい、これ A の問題については多分みんな知ってるでしょうね。はい、まあ教育とかそういうところも出てましたので、はいはい,はい、はい、まあ普段からやっぱり時事でやっぱり三問中二問を狙っていくっていうのはやっぱりう、ね、そうですね。三問中二問はい先生つきまつきましてはほ専門の方にいきたいと思うんですけども、専門は平均点も上がりましたが。ええ 先生の担当されている法律系の民法、商法、はいね、憲法、行政法あたりはいかがでしたでししたょうか、はいえっと。まず必須科目である、えっと、民法と商法なんですけれどもこれが一つ専門科目の平均点が上がった要因になっていると思うんですが、はい、あのかなり活かしている、はい、簡単になっている、はい、特にあの民法は、はい、昨年は A レベルが1問しかなかったんですね。はい、でしかも C レベルが、 2問あったのかな、C レベルが、それがですね今年は A が3つに、あと全部 B ということで、これなんかグラフとか見ると、かなり簡単になってる、基本的な問題が出てる、商法はね、国税専門家用に新たにやるってことじゃないのかもしれませんけど、ただ、昨年に比べれば、だいぶ正解率上がってますよね。 56%と46%ですからね。でこのようにまずみんなが苦手としてる民法商法の難易度が下がってあとは特筆すべきはやっぱり憲法行政法憲法行政法は例年ね裏切られるんですよ。これで点数取らなきゃあったっていくんだけれどもなかなか取れないみたいな特に行政法は国政専門家の場合はね出る部分が本当に決まってるので。 行政事件訴訟と国家賠償とかそれ決まっておりますのでみんなやるんだけれども点数が取れないってことが結構多かったんですけれどもの今年はこれ見てわかるようにこちらが昨年ですよね憲法とか C とかあったんですよで憲法、行政法両方合わせても A が3つしかなかったんですけれども今年はこれ見てわかるように5台ですかね。そうなんですよ B が1問だけで行政、でね、あの憲法、行政はして、はい、B が1問だけ、あと全部 A です。はい、でしかも A の正答率が88%とか,とか、90.5%とか、これだったら、やっぱりこれ取れないと、ちょっと厳しいなって感じがしますですね。じゃ法律系の方はある程度、うん、去年よりは優しめになったっていうところがある程度どころか。 かな,りかなり安い感ですねったというか、かなですね、ちょっとね、はい、去年まではちょっとわれ私もいろいろ、先生ひどいじゃないですかとか言われたんですけど、俺を笑うわけじゃないと思ったけど、はいはい、今年はね、あのー、割とみんな喜んでて、私の担当している経済系なんですけれども、えー、例年、まあ、専門職、ちょっと難しかったりするんですが、経済学、財政学、経営学、うんえー、いずれも A ランクが4台以上ありましたので。 まあ専門食堂の中では、経済系は優しめではあったということですね。はい。なんかあの、ちょっと関係ない話ですけど、はい、骨盤がちょっと難しくなったっていうことでそうですね。あの、こ国税の方はその影響を受けなかったってことですね。そうですね。はい、難んしなかったということで。良、はい、かったですね。はい。えー、まあ、経済事情とか、財政事情っていう問題も入ってるんですけども。うん、まあ、確かに例年細かいのが出てきたりするんですが、うん、正解率を見ると。 まあ、ビの問題が一台ありますので。まあ、頑張れば、できた方も多かったのかなっていうところになりますね。そうですよね。あの、ビの正解率も、だいたい五十パーセント。上位、上位の正解率だったら、やっぱり6割超えてますのね。そうですね。上位。そうですよね。取れてる人は、何とか消去法などでも、解けたのかなっていう。しっかり勉強すれば、あの、満点近く取れますね。これだったら。そうですね。はい。 先生もいろいろと受講生から聞かれると思うんですけども、うん、会計学は今年いかがでしょうかいやいやいや会計学はね <laughs>、はい、何なんですかねあの私もちょっとね、はい、いや難しいっすね、はい、あのアドバイスもね、はい、会計学はほらあの仕分けが1問しか出ないっていうのでやっとけば確実に点数が取れますよみたいなこと、まあ、今年もそうだったんですけども。はい あの何なんですかあの過去問で出てないような問題が出てるそうですよね<ー>会計の原則が変わったりとか、まあはい、で結果を見ると A ランクの問題が1台しかなくて、うん、C ランクが6台っていうことで,、うん、で例年やっぱりそのこれから勉強される方もどういうふうに対策していくべきなのかってすごく問い合わせっていうか、うん、相談多いんですけども、うん、先生はどういうふうにアドバイスされてますか いや、実はですね、いや、会計学にそんな力入れるわけにはいかないので、公式専門家の第一部門の人は、会計学用の講座ありますから、ねそれやれば取れたんだと思うんですけども、そうじゃない、第2部以下の人は、でけけるどいそういう場合は、直前のレックのね、香坂先生とか、ああいう、のそうそうそう、あれでやってもいいんじゃないですかっていうような。 アドバイスしてるんですけど、それだと今年ちょっと厳しかったのかもしれないですね、あまり力入れずに対策する人ではやっぱり点取れてないっていうことですよね、そうですねやっぱり会計学はちょっとリスクありますこ今年の受験生はほかが優しかったので、そこでカバーできましたけど、やっぱり去年みたいに他も難しくなると、専門も平均で低かったですからね。 そうですよね去年はね、確かにそうです。その併願で死亡順位がちょっとでも上にある人は、1点でも2点でももぎ取る直前のちょっと努力が必要だっていうことですね。あと最後の政治学、社会学、社会事情あたりのところは、A ランクが今年4台、C ランクが2台となって政治学がまず、かなり正当率が高くなっているということですよね。 それから社会学はちょっと難しくなったのかな。そうですね、一台難しらいです、うん、ね。で社会事情がえっと社会事情 C っていうのはこれは、はい。これは年金の問題だったんですか、ね。年金。メギアしてるやつだ。<laughs> そう、ねはい、<laughs> あの教科書とかでもね。はい。いやここはとりあえず切っちゃおうかなっていうとこですよね。確かに。まあそうかもしれませ、ねうんね、はい。以上まあ専門の方ははい、ええはい、法律それから経済ともに。<laughs> 優しくなった部分で専門が上がったということですね。そうですね。はい。で続きましては先生専門技術の専門技術検。はい。専門技術は憲法民法はいかがだったんでしょうかテーマとか難易度的には。そうですね。あのまあレックの公表ではあの憲法学問の自由であのしばらく出てなかったので。はい。20年ぐらい出てなかった。年ぐらい出てなかった。B ランクってことになってるんですけど。 まあ逆に言うとね20年以上出てなくて数出てたってことは超危ないってことで実はあのレックの受講生さんはほとんどが準備していたしただ苦労したのが学問中の趣旨っていう部分ですよね、まあ、これは単に心理,心理の探とってことを言えばいいんですけど学問の中の場合は。受験生から論点 当たりましたとかっていろいろ聞いたんですけど、論点当たりましたって言われたんだけど、私のあの参考答案に趣旨が書いてなかったんだけど、書いてなくても、ほら国税専門家ですから、十分合格点には達しますけどね。趣旨は神経の探求なんだけどな。要するにあの卓一の勉強じゃ当然勉強するんですよ。講義だと一回目とか二回目あたり、あのレックの講義だったら誰の講義でも二回目までき聞いてれば絶対書ける問題です。 そういう意味では、な、ま、ん、あ、とか民法よりは書きやすくい,いかなということですか、ね、民法よりはね、うん、いや、民法も、はい、あの出てる論点は、はい、えと無断譲渡転退の場合の、はい、無断転退契約の、えー、と解除なんですよ、はい、613条だったかな、はい、それであの信頼関係破壊しない場合には解除ができないっていうやつ。はい、で解除できない場合には 承諾のあるる天体とと同じ法律関係が生いう例えば、賃貸人から転着人に対して直接請求できるとか、これ、当然、択一の勉強している人はやってる論点なんですが、ただ学生さんが、大学4年生の方が、ですねこの事例からそれを拾い出して書くということが難しいことを考えると、そういう意味じゃ難しいだと思います、ちょっとレックの公表と逆になりますけど、レックの公表だと、憲法が B で、民法 A ということになってますけど。 今の大学生かつレックの受講生という観点からすると逆に、はい、憲法が A で民法が B か C なんじゃないかなという気がしますでは対策としては憲法の方がやりやすいかないまああのそうですね、はい、あの憲法で準備すべきでしょう憲法です、ね、私の担当している経済系の方は経済学が出てましてこちらはマクロ経済の,あの貨幣についてでしたので基本的な社会科学の,あの金融政策とか が分かってればよかってたので <laughs>、うん、ある程度多分経済学を選んだ受験生が多かったのかなっていう,うい、ね、そうですよね、はいうん、だから今回は憲法か経済かなんじゃないですかそ,れそうですね、うんはい、あとまあ会計学社会学のところも対策している方としては書きやすい論点だったと思うんですけども、うん、ただもう科目やってない方は全く書けないっていうテーマですまあ社会学なんかもね、はい、私が専門にしてない私でも知ってるような名前がありますからはいはい、ええー 社会学やってる人だったらかけたかなって感じですよね。そうですね。うんうん、はい。ではこれからは憲法とまあ経済学を中心の柱として勉強をなさる方は卓一プラス記述の知識っていうのを蓄えた方がいいですね。そうですね。はい。どうもありがとうございました。はい、はい。では先生何か最後に。 ございますですすででか、はい、そうですねあのやはり今年の公表を踏まえてですねあとりあえず今年受けられる方は、はい、あ先ほどの,あの昨年の,あのボーダーですよね、はい、取られていたらなかなかねやっぱり悩ましいと思うんですよそうです、ね、不安だとは思うんですけど、はい、2> あの2時に向けて準備をすべきであるということと、はい、それから来年に向けて受けられる方は、はい、やはりこれ傾向を見てもあのいわゆる主要5科目、はい えー、法律と経済ですね、はい、これはやっぱりしっかりやっていくってことが、はい、一番安全なんじゃないかなと思いますけど、そうですね、どうですかね、やっぱり勉強はもう基礎をしっかりやるっていうか、ね、デー、うん、さん、今後、はいえー、面接対策もしっかりサポートしていきますので、えー、頑張って最後まで諦めずにやっていきましょう。うん、では以上で国税専門家の本試験解、解説、公表、終わります。どううもありがとうございました